オレンジパタヤ。サワディーカー、オレンジパタヤのアイです。動画をご覧いただいている皆様、いかがお過ごしでしょうか。さて、数日前にコメント欄で、両替所のおすすめってありますか、という質問をいただきました。ご質問ありがとうございます。申し訳ないことに、両替所を利用する機会がなく、情報を持ち合わせていません。ということで、両替に疎い自らの勉強のために、パタヤの街の中の両替所を何箇所か見て回ってきました。先にお断りいたしますが、パパッと思いついたメインの通り沿いにある両替所を何箇所か見て回ってきただけの動画です。あそこの両替所見てこないと意味ないよ、というお叱りもあるかもしれませんが、どうか広い心でお暇つぶし程度にご覧くださいませ。2022年7月20日の午後1時です。とりあえずビーチロードを南に進んで、セカンドロードをパタヤ館近くまで上がって、ソイブアカオにちょっと入って、セカンドロードでナクルワに戻りました。黄色い看板の TT カレンシーはあちこちにありました。ビーチロード、セカンドロード、ソイ・ブアカオがどこも同じレートで2633、1万円が2633バーツということでした。セカンドロードのアベニューの正面にあった両替所はこんな感じでした。日本円の表示が2行あります。それとアベニューの真横にあった両替所は2638でした。ナイトバザールの端にあったピンクのお店は2635。セカンドロードのこちらのお店は2610。ソイ・ブアカオのこちらのお店は2540でした。コロナになって海外からのお客さんが減ったからでしょうか、両替所がクローズしているケースも多くありました。だいたい1時間くらいでぐるっと街の中を回ったのですが、1万円を両替した場合に100バーツくらいの差があると、やっぱりちょっといいレートのお店で両替をしたくなります。だって100バーツあったらビール2本とちょっとしたおつまみが買えますからね。かといって数十バーツのためにわざわざ遠くまで出かけるのも大変です。その辺は時間とお財布の都合で決められたらいいと思います。一つだけ注意喚起を。パタヤは比較的安全に過ごすことができる街だとは思いますが、犯罪がゼロというわけではありません。両替をした直後などは特に周囲に気を配って楽しいバカンスをお過ごしください。さて、一通り回っただけのチンチクリンが総括を申し上げるのは恐縮なのですが、 TT カレンシーのサイトは現在のレートやこれまでのレートの推移、そしてオープンしている両替所の検索ができる優れものです。例えば今バンコクなどの他の都市に滞在していて、
これからパタヤに移動する予定の方、パタヤに来る前にチェックしてみるといいかもしれません。いよいよ来月1日にグランドオープンするセンターポイントスペースの横にも TT カレンシーが入ります。そしてターミナル21の中にもオープンする予定のようです。こんな感じで今回はだいぶ TT カレンシーを押した感じになってしまいました。この際なので最後のおまけはカレンシーで。これ私の昔のカレンシーなっちゃって。